どうも、テイラクルです。ミンゴルのんびり実況プレイやっていきたいと思います。取りますスコティッシュ、なんかボーナスがもらえるんでスコティッシュやっていきます。無風、うわっ、残り 1.7m、 どういうショットだよ。どんなスーパーショットだよ。入る入る。なんかおかしいんだな、ここ。このホールなんかおかしい。はい、ここだな。でした。別に角度ついてない。じゃあ次ジャストでいきます。さっき 1.7 ですよ。 OK、 ジャストで打ったらさっきよりも近いんだろうな。信じてるぞ。あ、いいね。さっきよりも近かったね。なんとも言いません。スコティッシュクラシックでバーディー化を5回達成。バーディー以下っつうのはバーディー以上ってことですね。でバーディー以下っていうのが多分その通常の呼び方なんでしょうね。以下、この以下っていう言葉がなんか気に食わないんだよな。ミッションかな。うん、スコティッシュクラシックでバーディー化を5回達成。はい、イーグルを3回。ああ、イーグル3回やったんだった。イーグル3回達成。スコティッシュクラシックでホールインワンを1回、トーグラでイーグルを3回、グレショー5回、オーシャン、カフー、パンターノ、アクポリ、ファラオ、ジャクポ。まああれですね、ホールインワンは置いといて、とりあえずイーグル取れるやつを5回やればいいのか。そういうことになりますね。うん、では、プロツアー行くかな。プロツアー行きますか。クローゼット風神持ちに変えてやりましょう。はい、リーグランキング、まあ今回勝ってば上がるでしょう、多分。対戦相手と BGM を決めますと。うん、朝の5時。ルイ、うわーマジでルイルイさん2517つ下がってんじゃん。レッツゴー。2517。あー、お久しぶりです。パーフォー、アクポリ、
どうすんのがいいかな。2打目で決めるのがセオリーなんだよね。風向きも悪くない。100ヤード付近にアプチャレ。ナイスショットです。よし、多分全然違うと思う。292ヤード292で、それはないでしょ。フルスリーや。122で、次風神決めラインでしょ。楽勝。122ヤード風神決められるかどうか。136ヤード、不可能じゃない。大丈夫、勝ちだな、ほぼ勝ち。相手決めてきても風神打つんで、自分パワースロービッグエア。風神回、風神回の292ヤードショットは無理だ。ナイスショットです。292ヤードショットの風神は無理なはず。すげえ。すげえ。やるやん。やるやん。292ヤード風神回。これは勝てんわ。292ヤード風神回無理ですわ。とりあえず打たして。決めたことねえし。ってことはまあこうか。どの道勝てないけどやるしかないか。これを外す。まあ勝てる、勝てるのこれしかなかった。これやっても勝てないだろうけど。あんな感じで外れるのか。悔しい。292ヤード風神回ですよ。はい、お呼びですか。もうほぼ勝ったと思ったのに。えげつな。不可能じゃないんだ。292ヤード風神回は不可能じゃない。うん、風向きの関係か。リンさん2233。ピンクいいですね。ピンクというか桜色、桜色ロボット。桜色ロボットいいですね。まあ、とりあえず1勝しないと、プラチナに上がれないんで。ギアヘブ。すごくね、今の。418。これはですね、355ヤードにしとくか。一応狙えるよね。75ヤードショットになるのか。まあでもこれでいいよね。多分ここでいいでしょう。止まれ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 。危な。横だけど風強いな。始めます。相手もオレンジなんだよな。相手がオレンジだってことを忘れ
れてなければちょっと危ないですね。相手のクラブがオレンジ色なんですよ。だからそんなに飛ばないと思う。だから飛ばないんだって。飛ばないんだって。これもしかしたら OB あるかもしれない。ナイスショットです。どうだ。え、飛んだ。38.1。これは、普通に決めたらいいのか。超低反発の下とかいうパターン。まあ、下で打つか。で、これは使えないか、これ。むずいね。うわ、やべえ、5秒。危な、5秒しかなかった。あーぶねえ、あーぶねえ。これ負ける可能性ある。普通に外に出して、外に出してショットだね。あー、1秒しかなかった。まあ普通に外に出してショットでしょこれは。40ヤードショット。時間がなかった。時間が、レフこうだから関係ないですよ。そのなんか緑色とかは関係ない、霊法だから。ジャストでナイスを押す。いや、決まったらナイスをしましょう。ナイスショットです。よし、とりあえず勝ちましたと。とりあえずね。やったー。はい。とりあえず勝ちましたと。楽さよ。今日も頑張りましょう。すごくね、あれ。風神会。292ヤードショット。風神会の時点でもう勝てないんだよな。もう勝てないぞ、あれ。どうしよう。もう勝てないんだが、勝てないんだが、いいクラブ来た。持ってないけど。はい、お呼びですか。これでもう大丈夫なんだろうけど、もう一勝ぐらいした方がいいかもしれない。もう一戦いきましょう。
もうルイルイさんには勝てないな。きたーきた。もう2人しかいないっつ、対戦相手。レッツゴー。いやー、あれはもう決めらんないっすわ。もう無理っすわ。どうしようか。一発勝負になる。ノーザン、ノーザンのここは、ああなるほどね、2発勝負ですね。風はあれだね、風だね。さあ、行きましょう。どう打つのがいいのか。フル391で、調停。ナイスショット。超低反発を惜しげもなく使っていく。よし、いいですね。125ヤード。では始めます。もう勝てないじゃん。もう勝てないじゃん。もう勝てないじゃん。見ますか。風、ああそうだね、直線だからね。ナイスショットです。 1.35 いける。まだスパイラル打つしかないか。いいですね。うん、昇竜で打つ。へえ。え、何？ナイスショットです。よし。すごい。これは勝てる可能性あるな。1.35 だよね。なんかあれだね。勝たしてくれるみたいですね。どうやら。距離的に248ヤードだから勝てないでしょうってことか。倍だから。でも昇竜すごくね。風神これ勝てると思ってるんだ。125ヤード。どう、125ヤード。どうだ？外す。外した。外した。ちょっと検証ならずですね。125ヤードだから無理か。1.35 でも無理か。悔しい。ああ、すいません。検証できませんでした。はい。はい。お呼びですか？まあ、当たるも発揮、当たるのも発揮だからしょうがない。もうルイルイしかいないんじゃない？対戦相手。うん。ああ、じゃあこの方で勝っても負けても。レッツゴー。勝っても負けても終わり。パーファイブ。ノーザン。さっきのちょっと検証したかったですね。せっかく相手は勝たしてくれそうだったのに。はい。さあ、行きましょう。14メーターの風が嫌だな。あの風嫌だな。風神持ちいい。139ヤード。なんか木が邪魔かもしんない。行きましょう。
フルスイで。この辺打っときゃいいはずなんだよな。ナイスショット。2打目に145で、次なん、どっち、自分か。風神145ヤード風神、まあ霊峰にしとっか。相手のこともあるので霊峰にしておきますと。7.9 下。入ってない、マジで。あー、すまん、入ってないわ。ラフった。ラフったからやばい。ラフったからやばい。今のはですね、あの角度の関係で多分ずれたんだと思います。高さも関係するし、角度も関係するんだよな。場所が悪いんだ。最初のショットで向かい風だったので、その思った場所に落とせなかったんですね、ボールを。でもラフなんだよな。終わったな。ラフはもうダメでしょ、無風で。いけるのこれ。まあ運を天に任せますか。うわ、外した。外しましたと。じゃあこれは、ここで終わり。ここで終わりますと。これダメ。これありえないでしょ。赤出てるけどさ、4.7。うわー、イーグルチャンスだ。エロ。悔しい。よし、じゃあ終わりましょう。はい。ですね、いきます。これでいいのかな。いや、違うな。
音楽を変えます。音楽を、ハワイアンに変えますと。うん、多分これでいいよね、これでいいよね。うん、では行きましょう。サンセットハワイゴールデンウィークハイ2回やって終わりにしましょう。で、4アンダーを取りたいという、そこですね。ひとえに、場所が、奥なのか。なるほどね。この場合はまあチャンショでいいや。で、風はあんな感じで、ここだったっけな、228か245か、ここでよし、 OK。 ほえ、一応落として、んで、霊峰を打ちます。まあ普通に打てばいい。 3.5 上だけど、さあこれでいいかな。これで完全なフラットだけど、1個右に入れとくか。で、ぴったりでいいけど、ちょっと強めか。まあこれぐらいでいいでしょう。 OK。いやー、思ってたのと違う。もうちょい強めか。まあいいかな、入るかな、これで入るよね。やめますと。4アンダーを取りたいんで、じゃあラスト1いきましょう。さっきのね、カップの位置はすごいいいんですよ、4アンダーを取るには。だから決めたかったんですが、ちょっとミスりましたね。場所、前回と同じ場所。245で前回と同じ場所。強め、4メーターだったね、4メーター。上にするか、上にして、令和で、で、これ完全なフラット入る可能性すらあるな。ライジング決まるかもしれない。ちょっと強めだね。3.5。これでいいでしょう。ブレなしか、もしかして。また場所同じ。3.5m 少し近づいた。悔しいな。なんだこれ。んで、オッケー。よし。ただブレなしだったね。完全にブレなし。素晴らしい、これは。最後の風読みだけですね、問題は。
よし行こう。風があれで、チャンショにして、158にして、このぐらいにして、で、弱めにして、うわ、ギリ。ただちょっとこれは右にやれるね。ちょっと右にやれる。まあこんぐらいだけど。すんでした。んで、令和の夜明けにして、で、まあ大丈夫大丈夫。んで、6.6、ちょっと強めだったような気がするけど、どうだったっけ？ちょっと強めだったような気がする。思い出した。こんぐらいか。OK。まあいいかな。ここ決めろよ。頼むぞ。3.1。3.1 ヤードとかそんなの普通に決まるでしょ。オッケー、よかった。普通には決まらなかった。なんとかですね、なんとか3アンダー取ってる人はいない。8ヤードを打ってどうかっていうところですね。8ヤード、8ヤードだけだね、可能性あるの。1位も取れる、4アンダーも取れるっていうオチと思ったら決めてきた。1位は取れない1位は取れない1位は取れない。フォアアンダー取りましょう。もうちょっと強めなんだな。むずいな。もうちょっと強めで、まあそうだね、場所がそこか。風がそんな吹いてない。こんぐらいでいいか。いいか、吹いてないよね。飛んでた。こんぐらいでいいかな。下。んで、超低反発で、これぴったりだな。でも風がね、強いから、ちょっと強めに打った方がいいと思うんだよね。風分。バッチリバッチリバッチリ。風弱かったかな、これ。3メーターか。じゃあこれは決めて4アンダー確定と。やったぜ。ただ1位にはなれない。悲しいかな。はい、逆転しろ。無理か。2位です。ただ4アンダーは取れましたということで、スコアを見ましょう。5154になりましたと。まあ
いい感じの終わり方だったんじゃないでしょうか。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回のミンゴルもよろしくお願いします。失礼します。